はい、本日2月11日、7時12分の相場解説になりますね。これがデイリーなんですけども、デイリーはね、右肩上がりにこうなってるところが、あれちょっとすいません、はい、戻りました、すいません。右肩上がりになってるところがこう確認できますよね。こういう風な右肩上がりと、あとはこの3つのね、安値切り上げのこの2つの補助線が引けるかなと思います。で、現在はこちらの方がですね、ちょっと下に行きながら、まあ推移してるのかなと思います。まあ必ずしもね、この補助線の通りに行くかどうかは分かりませんよ。やっぱりそういう風に大枠を背負っているんですけども、この線に従ってですね、このロウソク足が動いてくれるってことはありませんし、今いっぱい引いてる線もどこで引くかっていうのは人によって違うんですよね。だからこの線を引くセンスがあるかどうかってところもかなり大きなね、この相場を見る目になってきます。私の見る目なんてまだまだ甘いと思いますけども、それでもまあ勝つことはできるということですね。ちょっと4時間の方行ってみましょう。4時間の方はですね、大きな流れ、大きなブワーンとした流れ、ドワーンとした流れが収まってきて収束して、チャートバーがちょっとちっちゃく、しかも上下のブレもなくなってきて横ばいに入ってきてるところかなと思いますね。移動平均線もこの3つの移動平均線がお互いに寄り添い合ってきましたよね。こういうふうに開いてるところとはちょっと違うわけです。ということで、しばらく動きがおとなしくなるのかなと思いますよね。で、今黄色いゾーンを引きました。あともう一つ補助線を引くとしたら、そうですね、ちょっと大きめに引いていきますけども、黄色でね、こういう風な形になるんではなかろうかなと思うんですよね。で、横ばいに入っていくときに、横ばいに入って、このチャートバーがね、ちっちゃくなっているってことは、この辺ちっちゃいでしょ？これブレイクするよってことですからね。どちらかに、ドーンと跳ねるということが考えられます。だからまあ、それを待つことになるかなと思いますね、今週は。売り目線で言ってるのは売り目線なんですけども、ただまあ今日確認してみると、こうやって横ばいがやっぱ強くなってきたなと思います。その横ばいがコードの限界点に達した時にどっちに跳ねるかってことですよね。私はこれはね、売りの方に大きく進むと思うんですけどもね。まあ買いの方に進むって見方もできますけども、どっちなんでしょうかってことですね。非常に悩ましいということで、昨日は売り目線で言ってるよってことだったんですけども、今日は分からなくなったっていうのがね、回答でございます。で、分からない時に2つやることがあります。1つはですね、もうチャートを離れてしばらく気持ちを大きく様子を見ていくってことです。もう1つは分からないんだけども、しっかりと細かくチャートを見ることによって小さな変化に気づいていく目を養うってことですよね。今日はですね、たまにこちらのチャートを見に来て小さな変化を拾っていこうかなと思っています。皆さんはどのように今日はね、相場活動するでしょうか。それでは以上です。